ではいただきます。今日は6月23日の朝です。朝ごはんです。面倒見のいい母ちゃんはあの外国人のあの子にご飯をよそってあげてました , 笑っちゃいました以上です。ではいただきます。今日は黒部に出かけます。どこはどこのここから出かけるところのと大木沢に到着しました。今日は大丈夫です。以上です。すごいね。黒部平の水です。パパちゃん飲まないの？はい、飲むよ。はい、大観望が見えてます。大観望が見えてます。以上です。つまめがいっぱい飲んでる。つまめすごいよね。次トロリーバス乗り場です。大観望からの風景です。違うね。ここ一番高い。この2倍もあったんだ。少し溶けてるんだ。表面も正面も。今のところはいいんですよ。はい。
だから向こうもすごいね、なんか見たことない山で、私生まれて初めてこう富山県側に来た感じですよ。そうだな、富山県行ったことない。生まれて初めてだ。生まれて初めてだ。うん、天狗台。三田ヶ原に到着です。なんと三田ヶ原は木道が10メーターぐらいで進んだところで雪で通行止めになってました。道路を立山方面に降りてきました。ここからの眺めがいいのでお弁当はここで食べることにしました。この風景を見ながらお弁当を食べます。そうそうそう、今もぬるぬるしてなくてちゃんとお掃除してあって、よかったね、いいんじゃない、ビューホテルのがいいよ。ビューホテルは眺めもいいし、お風呂入れたんでね、ブラシで全部洗ってもすぐカビとか入るんですけど、本当によく洗っても全部こうやってよく洗うんです。そんなもんなの、年間中でも僕だけシャワーしてもいいんですけど、これも以上です。